お願いします。ファイナル最終日第1試合が始まりました。とんちゃに太郎、なんちゃに岡田、シャーちゃに秋、ペーちゃに優の並び、とんの一曲ドラーペーです。解説は最高位専用プロマージャン協会より須田光翔さん、よろしくお願いいたします。さあ、まず4社の手配からご覧いただきましょう。ちいちゃんの太郎です。こちらメンツがありません。ドラのペーが1枚あります。なんちゃには岡田、マンズで1メンツ、ソーズで2メンターツがあって赤ウマンもあります。ん、秋も良さそうだぞ。ピンズ1メンツ、マンズと1メンツ完成した赤ウピンもあります。ペーちゃんにはユー、今季の MVP です。メンツはありません。さあ、下さん、4社の手配ご覧になっての感想としてはいかがでしょうか。岡田対秋みたいな、岡田対秋ですね、形ですね。なんか一進一退、どちらもいい、ほう、あ、ふうですね、これは。でも秋も負けてないですよね。そうですね、想像がね、うまくはいまとまれば、はい、いやー、須田さん、しかし終わってしまいますね。早いね。早いですね。ついこの間9月10月だったのに、はい、つい先日本当に閉会式で本田さんが挨拶したのが昨日のことのように思い出されますが、もう今日で終わってしまう。ちょっと感慨深いなという感じではありますが、岡田がですね、岡田が言ってましたよ、はい、もうファイナルに入ってからやっぱり連戦連戦でもう体力的に結構きつかったと、はい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 、でも終わってしまうのはやっぱり悲しいですって言ってましたね。やっぱ悲しい、戦いたいんですね。そうですね、やっぱ M リーグの、あ、埋まった、入りましたよ、はい、M リーグの舞台にいる時が一番楽しいってね、うん、岡田話してましたもんね。今年は特にね、岡田の活躍が本当に目覚ましかったです。まあね、個人的にも満足のいったシーズンだったというふうにも言っていましたこの岡田です。さあ、まずはテンパイですね。イーペーコー赤市、まあ、リーチまではね、両ピン短期闇点でどういった変化が理想ですか。今現状だとシャーとか、ああえてあ、ダメか、ペードラか、ペードラですね、ダメだ。そうやって人から両面、ま、上がろう上がろうっていう気持ちが強すぎませんか。じゃあ1万です、ね、言いそうと1万だと今度でもイーペーコが崩れやすいじゃないですか。あららら、 ら、 らしかも2万2個出てますよ。じゃあ7万7万に7万ですか。狙いはダメだね。イースソーとかどうなんですか。悪くないね、うん、もうイースソー1枚出てるからね、もんね。だからやっぱりなんか、いや本当自敗短期面白いかもしれないですね。例えば1枚切れてるような初がションパイか、だから1枚切れがないんですよね。チュンか、あ、ね、チュンはねダメなんですよ。あ、これいいんじゃない、これいいんじゃない。ーパースト3枚何枚出てる。パーストは3枚、あ、4枚だ。え、パースト4枚出てる。4枚だ。もうただ取りみたいな、これ全員捨てちゃいますよ。全員捨てちゃいます、はい、でも秋は関係ないんで、あ、そうかそうか、急走が当たりかどうかは関係なく、ね、自分の手に素直にいくて、これ浅いともすぐですね、急走。いや本当ですね。太郎もドラドラ、全部山ですよ。ドラドラですけどね、形が形ですか。ここはべったり一応チートイツを遠くに見ながら、ドラ来ました、高いよ。メンタンピン確定、高めイーペーコード赤市。急走はただめちゃくちゃ出やすいです。急走はそのまま山に全部残ってる3枚残り、スッチソは1、2、3、4、5、3枚残り、同じ3対3ですけど、ここは出やすさが圧倒してます岡田。ただ打点は秋です。出上がりダメなんでしょ。いいんですよ岡田。いや、なんていうのかな、変化が乏しいんですよね。だからこうなった以上は自敗短期も面白いかなと思いましたね。みんながね、はい、ファッと切ってくれる牌ですもんね。そうなんです。でも二軒日になったらベタ折りしますよね。あ、そっか、ごめんなさい、急走1枚出てますね、ごめんなさい、2枚残りですね、失礼しました。太郎の第1弾にあります、はい、2対3だ、いい勝負だね。出やすさも含めてですか。うん、数値層は 出ないもんね。須田さん、ちなみに岡田と秋はどっちが好みですか。手配の話ですよ。え、手配の話で、この急走短期の5200と短期スッチソーリーチ単用ピンファカ、裏ドラはありませんが8000点。まずは風林火山に海道秋が大きな上がりとなりました。今季ね、キーマンに、チームのキーマンに指名された二階堂秋、レギュラーシーズンは第一戦となりましたが、セミファイナルではもう
大大大活躍を見せてくれました。何しろ6戦4トップですからね。すごいね、はい、もう大活躍してくれたんです。秋がファイナルに入っても、ね、トップを取ったんですが、その後が続かず、今は準優勝という、狙いに狙いが変わっている可能性が非常に高いです。さあ、この2曲、親は岡田に変わります。